さてと、転移装置を調べに行くかな。ここでいいか。これが転送装置、ソルハイム文明の魔導装置のようだな。例の奴らもこれを利用したのか。いえ、それが実はイクサル族を連れてきたのは私なんです。あいつらの野営地から貴重な学術資料を拝借したとき派手に見つかっちゃいまして、追っ手を巻こうと古代遺跡に入ったのは良かったんですが、そこで事故があってこんなことに。すみません、黙っててごめんなさい。ああ、まあでもしょうがねえんじゃね。やばいことになったけどさ、あんたは何とかしようとしてんだろ。うん、自分も大変なのに。俺だったら逃げてたかも。事情は分かった。だが気負って危険な真似はしないでくれ。ま、俺らに任せとけ。世界を救うっつうのも冒険者さんの仕事だしね。ありがとうございます。私も一緒に頑張ります。さあ行くか。なんかアイテムないかな。ないか。お、ここになんかありそう。あったあった。ラストエリクサーか。さて行きますか。現在非常事態モードです。セキュリティ管理連でロックを解除してください。ダメだ、鍵外さねえと。あ、こっち？何や、さっき来たやんか。解除完了。よし、これで開くはずだ。全てのゲートロックが解除されましたと。オッケー。じゃあ行きましょう。儀式を止めると。アイテム、やっぱおもろいっす。あ、チョコボ。あれ、なんでここにいるの。全然動く気しなかったのにな。なんだかんだ主人思いなのかもしれないぜ。そうかもしれませんが、もうちょっと軽い方が良かったです。うん、これは入り口か。確認。いい、出ませんよ。アイテムはこっちに何かありそう。何もないかな。カエルがおるだけ。入れへんのかな。なんか入れなさそう。あれ、こっち何もないんか。何かがありそうでないのかね。あ、始めんとこがこれってことは、やっぱあそこにさ、アイテムあるよね絶対。こっから何上登るのか。分かってきた。てかマップシフト。風が気持ちいいね。そうだな。いけんのかな。無理か。無理か。まあいいか、探索はまだ別で行きましょう。
さあ儀式を止めましょう。メテオのかけらが、めっちゃ怪しいなこいつら。もうやべえんじゃねえかこれ。やばいでしょ。何？間に合え。おお、なんか強そう。え？なんだ？やったのか？いや、勝手に。かけらが！ね、やばいでしょ。まあ、復活するんやろうけど。おお、すごい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 。コントローラーもめっちゃ震えとる。やべえぞ。めっちゃグラフィック綺麗やん。おお、ちょっと悲しそうやな。人間をわきまえぬクソ虫が、二度とその傲慢な口が聞けぬよう、その首我が疾風の一撃で引きちぎってくれるわ。始めようぞ虫けら。ガルーダを倒すと、私の風で嵐で無残に散れ。開始ですか？よいしょ。よいしょ。もうシフトゲージじゃん。倒せへんな。ちょっとどうしよう。ブーストソード、オッケー、これでいこう。よいしょ。あ、しくった。マジ？よいしょい。オッケー、みんなしょい。なにこれ、ライジングインパルス。
もらったな。頼む。嘘。もうちょい。おいっしょ。え、なんか増えてんねんけど。うざいなこいつら。おいっしょい。ちょっと早めに、もう連発で OK。 ライジングインパルス OK。ダメージは高いんやけど、この野郎。限界突破してえな、これ。あともうちょっと。まあ、ゴリ押しやけど。おお、マジか。おお、プロンプト。フェニックスので生き返らしてやるか。お、倒したか。しんどえ、ああ、なんだかわかんねえけど、で貸してくれ。え、え、マジまだ神いた。え、うお、終わったのか。あれ、ノクトは？皆さん、ご無事でしたか？いや、ノクトがいない。まさか。でも、これは…冒険者さん！びっくりした。消えたかと思ったよ。怪我はないか？いや、なんか夢見てた。夢？別になんともねえんだな。ああ、平気。よかった。私てっきり向こうの世界に行ってしまったのではと。そのことなんだが、ヤジメイは向こうに帰れるのか？どうなんでしょうか。こちらに来た以上はそのうち帰れるとは思います。本当かそれ？はい、全然大丈夫です。むしろこの未知の大地に博物学者として胸の高鳴りが止まりません。私はしばらく残っていろいろ調べたいと思います。皆さんも何か気になるものがあったら教えてくださいね。
えば皆さんのお名前を聞いてませんでした。今聞くのかい。そういや言ってなかったな。グラディオでいいぜ。はいはい、俺プロンプト、写真が趣味です。シアシン、うん、写真っていうのは。おいまだ紹介が終わってねえだろ。ごめんごめん、こっちは見るのに料理がスタイリッシュ。なんだその紹介。神に言うた異界の価格に起こされし我が名長きまどろみに消え、誰がかの乱心の名をもらうとしよう。我が名はガルーダ、神々と共に暗き身より恐怖を。イニシエの24子から授かった力が風の証と姿を変えた、うん、新たな召喚魔法風の使徒を使用できるようになりました。召喚されたボタンを押し続けてください。召喚増えんねやん。ミラージプリズム、非常警戒モードが解除され、バトルトレーニングシステムが起動しました。バトルトレーニングシステムの休憩端末アクセスすると強化されたランシンガルダと再戦をすることができますと。ガルダとの戦いで獲得できる素材を乱心にまつわる強力な武器と交換できますと。なるほど。へえ。せっかくだしさ、みんなで写真撮らない？ああ、いいかもな。写真？うん、きっといい思い出になるよ。ここで写真かよ。じゃあ撮るよ。保存します。はい、じゃあはい、これヤジメイにもプレゼント。わあ、ありがとう。これ拾ったんだけど何かわかるか。わあ、面白いもの待ってるじゃないですか。これを材料に特別な武器を作れると思います。皆さんの旅のお役にも立てるかもしれません。この時代ギルが使用できません。必要な素材を揃えて欲しい商品と交換しましょうと。いらっしゃいませ。めっちゃなんかいろいろあるやん。え、全部欲しいな。多分こっからまあ戦えるっていうことで、じゃあまた揃えたら動画にするかもしれないですけど、今回はこれぐらいにして終わりたいと思います。はい。またね、戦友もね、ちょっと動画に出そうならしていきたいと思いますし、次のエピソードアーデンかな、楽しみにしていただければと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。Twitter もやってますので、フォローお願いします。ありがとうございました。